ドナ・ダグラスはアメリカ合衆国の女優である。1932年、ルイジアナ州イーストバトンリュージュ軍に生まれる。高校時代はソフトボールやバスケットボールに打ち込んでいた。その後はニューヨークへ渡り、歯磨き剤の広告モデルとしてキャリアをスタート。1956年にはスティーブ・アレンがホストを務めるザ・スティーブ・アレン賞でテレビデビュー。 また1959年にはディーン・マーティンが主演する果てしなき夢で映画デビューも果たした。それからもテレビドラマや映画などへコンスタントに出演し女優としてのキャリアを築き上げ、1962年からテレビ放送されたテレビドラマシリーズジャジャウマオクマン長者でバディーブセン演じる主人公の娘役を演じて人気を博した。1963年に ゴールデングローブ賞のミス・ゴールデングローブを受賞した。これまで2回結婚をしており、最初の結婚は1949年にローランブルジョアとしたが、1954年に離婚。1971年に編集技師のロバート、エムリーズと再婚したが、1980年に離婚している。2015年1月1日に水眼のため死去。82歳だった。 ありがとうございます。